皆さんこんにちは。女優やタレントとして活動する浅田美代子さん。そんな浅田美代子さんは山口百恵さんと親友とのこと。浅田美代子さんが山口百恵さんの現在を暴露してくれました。また浅田美代子さんもがん闘病していると噂されています。今回は浅田美代子さんが語る山口百恵さんの現在、浅田美代子さんのがんに関する噂について詳しく調査していきたいと思います。浅田美代子さんは1956年2月15日生まれの現在57歳です。今年デビュー50周年を迎え、さらなる活躍が期待されます。浅田美代子さんは高校2年生だった1972年にスカウトされます。その後1973年に放送された森光子さん主演のドラマ時間ですよのオーディションに受かりデビュー。そんな浅田美代子さんは山口百恵さんと同期とのこと。歌手デビューの時期も近かったお二人は当時同じレコード会社に所属していました。浅田美代子さんのデビュー曲赤い風船は1年で50万枚近くを売り上げ大ヒットを記録しました。デビュー年に日本レコード大賞新人賞を受賞。女優としても数々の作品に出演し芸能界での地位を確立しました。一方で山口百恵さんのデビュー曲はあまり売れなかったこともあり、当初はお互いにライバル関係であったようです。しかし年齢を重ねていくうちに天然で楽観的な性格の浅田美代子さんを山口百恵さんは姉のように慕うようになりました。忙しい日々を送っていたお二人はプライベートで交流する時間はあまりなかったようです。しかしレコード会社の営業を一緒に回ったこともあったとのこと。山口百恵さんは1980年に俳優の三浦友和さんと結婚。浅田美代子さんと山口百恵さんの友情がさらに深まったのは三浦友和さんがきっかけと言われています。浅田美代子さんは1975年に映画で三浦友和さんと兄弟役で共演。徐々に仲良くなりました。山口百恵さんと三浦友和さん、そして浅田美代子さんの3人で食事に行くことがありました。そこで浅田美代子さんと山口百恵さんの距離がぐっと縮まったそうです。浅田美代子さんは1977年に吉田拓郎さんと結婚し芸能界から姿を消しました。ですが1984年に離婚してしまいます。離婚の原因は吉田拓郎さんが女優の森下愛子さんと不倫していたからだと言われています。山口百恵さんに子供が生まれた時には浅田美代子さんは自宅までお祝いに駆けつけたといいます。二人でカラオケを楽しむこともあるそうです。山口百恵さんもカラオケ好きで自宅には家庭用カラオケがあるとのこと。二人がチョイスした曲は自分の持ち歌ではありませんでした。浅田美代子さんの18番は松田聖子さんのスイートメモリーズ。一方で山口百恵さんは中森明菜さんの北ウイングを選曲。中森明菜さんの真似をしながら歌うそうです。近い将来カラオケで二人の50周年を祝うことがあるかもしれませんね。浅田美代子さんは一時期芸能界から引退しましたが1983年に復帰しています。三浦友和さんと同じ事務所ということもあり現在も山口百恵さんとの交流は続いているといいます。浅田美代子と検索するとがんというワードが表示されることがあり、浅田美代子さんが現在がん闘病しているという噂が広まっています。この噂について徹底的に調べたところ、実際にがんに侵されているといった情報はありません。なのでデマである可能性が高いです。ではなぜ浅田美代子がん闘病説が流れたのでしょう。理由としては2つ考えられます。 1. 最愛の母の死。浅田美代子さんは2001年に母親を急性リンパ性白血病で亡くしています。急性リンパ性白血病、リンパ系の細胞で異常が起こりがん細胞になり、がん細胞が急激に増えるタイプのこと。医師から治療しなかったら余命1ヶ月と宣告されます。厳しい現実を突きつけられた母親でしたが2年間頑張ってくれたといいます。浅田美代子さんは最愛の母の死にこう述べています。抗がん剤での辛い闘病生活だったことでしょう。2人で一緒にいる時間や
私が覚悟を持つ時間を与えるために生きてくれたのだと感じます。最後まで弱音も一切吐かなかった。そんな母には感謝しかありません。実は女優のキキキリンさんも母親のお見舞いに病院を訪れていたといいます。母親が亡くなった後、墓石に刻む文字も浅田美代子さんではなくキキキリンさんが書いてくれたとのこと。母親を亡くした時のショックはかなり大きかったようです。そんな浅田美代子さんを元気にしたのが当時飼っていた2匹の愛犬でした。ペットって本当に癒しの存在ですよね。2、キキキリンさんの死。浅田美代子さんが芸能界の母と慕ってきたキキキリンさんも2018年に癌で亡くしています。浅田美代子さんはほぼ毎日お見舞いに行っていたといいます。キキキリンさんは痛いとか苦しいといった感情を一切出さなかったそうです。自分の家で最後を迎えたいと宣言していたキキキリンさん、そろそろ退院すると自分の口から医師に伝え、自宅療養できる環境を整えて退院。その日の夜中に息を引き取りました。特に進行の深かったキキキリンさんの死因が癌だったことで、浅田美代子癌と表示されるようになったと考えられます。実際に癌であることを本人は暴露したことがなく、現在も元気に芸能活動を行っているので、浅田美代子さんの癌説はデマで間違いないでしょう。浅田美代子さんは現在女優や執筆活動など幅広く活動しています。女優としては2019年公開の映画エリカ38で45年ぶりに映画で主演を務めました。この作品で日本人女優として初めてロンドンイーストアジア映画祭で審査員特別賞を受賞。2021年には映画朝が来るに出演、日本映画批評家大賞で助演女優賞を受賞しました。また執筆活動は2021年に著書独り占めを出版。この本はずっと独り占めにしてきたキキキリンさんとの思い出と青春の日々を綴った内容になっています。タレントとしてはトークショーや愛犬家としての活動が主です。2022年5月には神奈川県横浜市青葉区にある観光案内所ジケふるさと村四季の家でトークイベント保護犬についてご開催。浅田美代子さんは動物愛護の活動に関して講演を行いました。トークショーを行った当日にはハンドメイドショップやトリミングケアサロンが開設する飼い犬を病気にさせない育て方の講座などを開催しました。浅田美代子さんは芸能界きっての愛犬家としても知られており、2015年には愛犬のために千葉県房総市に別荘を購入しました。また不幸な犬や猫をゼロにして、まずは東京や世界に誇れる動物福祉先進都市とするために活動する東京ゼロキャンペーンの一員として活動しています。浅田美代子さんが最愛の母を亡くして絶望していた時に、自分を救ってくれた犬たちに何かできることはないかと考え、このキャンペーンの一員として活動するようになりました。他にも歌手としても活動されており、2021年4月に東京で開催された堤恭平さんのコンサートでデビュー曲赤い風船を披露し反響を呼びました。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。